やっぱりギャンブルって理屈プラス運みたいな、うん、そういう、まあ、ありますね。リズメだけじゃやっぱ取れないじゃん。まあ、ソネちゃんみたいな、しかもファンキースタイルじゃないとやっぱ爆地。しかもカッコつけてたみたいな。あさあ、ちょっと読み解けてるんじゃないですか。もうちょっと、どうしてを使ってのっていうことで言うとね。例えば、クリノプレミアムとかは88倍だけど190倍だから違うんですよね。そうそう、逆です。逆ですよね。さっきのマンゴーなんか人気になるみたいなの全然来なかったですよ、9とかは。うんうんうん、ドースパー人気にしてるけど、さっきの8か。うんうん、ドースパー人気にしてるけど、実際のオッズがめちゃくちゃつくみたいな。リステリアリアも違う、ルージュリステリアも違う。あれ、意外とねえぞ、これは。ってことは、硬い可能性あるんですよね。なるほど。そうだということ。ナビュールの逆の逆で書く。逆の逆は表みたいな。なるほど。サムライのアンセム。あのちょっと違う。あ違う。あなんだ。いいっすね。例えばこっちないっすね。水上も違うし。だから今から走る京都とかだとこのソングナイトはちょっと2倍ぐらい。うん、はいはいはい。京都だと今から走るのは4がトーストも全く人気ないのにめっちゃ人気っす。和田龍二騎手印なんか三角1個なんですよこれ。やばそれなのに買ってないでちょっと注目しましょう。予想 24.5 倍になってるのにトーストが、うん、それなのに実際今これ3番人気ですからね。うんうん、高野クリステル53キロ和田龍二で、あでも街灯がフォースパーよりオッズが上がってるんで、バスターズオンアースとソングラインとナミュールっすね。ああ、じゃあ読みのそうだし、そうだし、ナミュールってものか。で、今日ね、ソネさんに、はい、ソネちゃんに来てもらったのは、やっぱり恵比寿の指数を見たいっていうことなんですよ。はいはいはい。じゃあ、ビクトリアマイルの指数お願いします。あこれです。本命が16のソワシン。おお。2番目がスターズオンアースと。うん、ちょっと抜けてますね、8800、8700。へぇー。ここで言うナミュールも結構抜けてて。うん。で、6、5と、まあ、続きます。これ、8000点台っていうのはどれぐらい？この、剣軸ですよ。形と剣軸。そうだから、剣軸。まあ、16は、まあ、かなり3着以内は、まあ、濃厚じゃないかと。へぇー。いうことなんですけど、やっぱ、オッズで言うと、うん、ナミュールが、方が2番人気なんですね、今ね。うん、うん。締め切り。7分前ぐらい、うんうんうん、そこを絡めてどうかを分かって、この下は結構割と近い数字があるんで、うんうん、もしっかりでも穴っぽいところも十分あるあ、まあ、3頭とかにあれてこの3頭中2頭は来そうな気がするんです。おあ3頭中ただその順番次第ではね、うん、何かあるかもしれない。その恵比寿は過去の成績とか枠順とかも入れて入れてるんで、ってことはまあこのまあ16でもいいんだと。僕なんかちょっと16大外かみたいなね。まあなんかそこはそういう話とか言われますけど。ただ、それでも相談しが動けた。相談しがいいと思われん。へぇー。やっぱ東宗さんの一面もね、相談しですよ。まあ確かに、田原さんは。レーンあっての恋人と。ね。さあそこがどうなるか。ちょっとこれ気になります。はい。じゃあそこで予想してください。はい。俺来てるんですよ。4来てる。高野クリステル。4来てる。それちゃんでいろぞ。4が来るんですよ。それちゃんでいろぞ。全く人気がない。おぉびっくりされてるね。ギリギリ。3着。2着か3着。でもやっぱ来てると。来るんですよ。怖いな、それ色。すごい。ちゃんでいろ。2着。ですよ。だから状態は当日のでね、売れてる。結構、追加ぐらいですか。オッズがね、これね、3番人気くらいまで来てるんですよ。あどうすれば全員強さ24倍した。めちゃくちゃ。読み解いてますよ。読み解いてる。いや、今、トースポなんかめちゃくちゃ言ってるようで、なんか意外とそう。なんか当ててきてる。トースポすげえな、バクチャ。トースポとちょっと一体ができてるっす。京都、どっちだ。いやー、でも3っぽいっすね。感じだと。来たとないか。来るんだな、ちゃんと。ですね、いやでもこれかなりでかくないですか、うん、前とのこの予想であれの違い、うん、いいんだ、いいっすね。これ意外とでかいの見つけたかもしれないぞ今日。さあ大島マネージャーは育ち頭、育ち頭で後藤流し、うん、2311157。これも指数来たらダービーの特別公開とかどうすか。あでも僕いきます、はい、ちょっと
今日ね、流れまでここであえてやっぱ生まれんとかにしないと、もう今度は穴行ったら今度はガチガチと。なるほど。僕はね、そうじゃなくてやっぱね、このスターズオンアイスとラミュールがめちゃくちゃ強いと思ってるんですよ、うんうん、この2頭がめちゃくちゃ強いと思ってるんで、まあ、これで今 2.6 倍ぐらいなんですけど、まあ戻すと、で競馬はね、うん、G1 だけじゃないんだと。なるほど。ちょっとこれでもうだいぶ戻して、ちょっとこう、まあでも、まあ、ですよね。そうか。恵比寿の指数だと2番目と3番目のやつですよね。そうっす。まあ恵比寿の指数の3連複1点はちょっとね、ちょっと今日の流れから勇気なかったので、これでいきます。どうぞ。お願いします。はい。東京 11S ビクトリアマイル僕3連複でフォーメーション、うん、僕はもう6と12のソングラインとナブラクレアを軸にさせていただきました。ナブラクレア来た。あのね、この曲、うん、トーストさんの新聞を見なきゃ意味がないんですよ。そうそうそう、ここにはソングラインって書いてあるんですよ。確かにねえ、確かに最上位 AI なんたらって言ってますけど、もう出た。ここは僕はトースポさんに愛に乗って、真っ向勝負だ。AI VS トースポさんって行きましょう。ああ、ね、いいですね。はい。中尾君。なんで、調教がいいと書かれているのを、まあ、ナブラクレアも入れて、で、まぁ、あ、ちょっと荒れてくれたらなと。その人気の2強3強が飛んでくれたらなと思って3連複、フォーメーションで買わせていただきました。お願いします。よし。さあ。さあ、どうもよ。ただ、調教はやっぱみんないいんですね。うんうんうん。確かにね。いや、僕はそんぐらい信じたい。そのライン、うん、まあ出遅れはあるですね。あで2番スタニングローズ、あ違う、スターズオンアース出れましたね。あ出れた。おーっとノリさんいった、うん、ノリさんいった。あでも3番手育ちです。お育ちの前目前目前目じゃないですか。でサウンドビバーチもいいとこつけてますね、うん、ナムラクレアもいいとこいる、うん、そうだ芝抜群じゃないですか、うん、これ育ちが抜群。そうっすね。どうなんの、これ早いのかな。ちょっと早いような気しますけどね。戦力だと。あと9番も12番も別に悪いところではないですね。足はいいのか、やっぱり。その必要そう。強い。あ、どうだどうだ、ソダシが今先頭に出ましたね。うん。これ DB なんか来てますね。そんぐらい来てる、そんぐらい。そんぐらい来てます。そんぐらい来てる、そんぐらい来てる。そんぐらい来てる、そんぐらい来てる。そんぐらい潜り込んできた。よし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 。あ、そんぐらい勝った、そんぐらい勝った、あ、そんぐらい勝った。3連単2勝目勝った、そんぐらい勝ったけど、まあ軸にしてね、そんぐらい勝ったんで、おすごい。で、16と2ですよね、多分。うん。で、スターズオンアースとソダシは来たと。上位4等で決まってる。確かに。おー。で、ナミューラ外す、ナミューラ外す、ナミューラ、人間が悪かったっすね。あ、でも本線できるんだな。それ、エルスよ、本線上位4頭ですもんね、うん、まあ、この2と16は3着以内に来る確率が高い。ディビーナ、そうですね、4着がディビーナ。そっちかは、ミルコ、そっちのワイド買っとけか。でも全部逆じゃない、それちゃん。言ってますね、それちゃん全部逆言ってるよ今日。反抗したらこれっすよ。さっきのレースといい、はい、戸崎さん来ましたね。いやーいいっすね、やっぱ戦東京戦6はそんぐらいでしたよ。すごい、さすがだ、さすがだ、アンク、あなた AI に負けてないよ。さすが、アンク一番そんぐらいでいいよ。当たってるよそれで。信じよう自分を。ねえ、とにかくもうか、いやもうこれトースポさんで完璧じゃないですか、本心。うん、順番通りっすよこれ、1着2着3着ほんとだ、本ね、ソングライン、ソダシ、スターズオンアース、エビスは、エビス、エビスは4-4-1-2だったんで、4番手順、ただもうトースポさんさすが本心立てました。だって3着パーフェクト、3着この通りに勝ってればうもう最後安心して見れてます。すごい、これじゃあ今日はトースポが炸裂。いや炸裂でしょ、炸裂っす、こんだけ当てたら。ただ2-16のワイドだ、ワイドに340やったんでね、いけとんじゃないっすね、刺激でいっちゃった、プラスだったっすね、今までこれ使ってたの。それじゃあありましたっすね、どういうこと、それちょっとね
ちょっと、ただ、トースポさんの使い方がちょっと分かってきたんで。なるほど。あら。そうですね。まだ。じゃあ、どうしますもう。まあ、本当だったらメインレースで終わりです。終わりです。終了ですよ。まあ、僕は一応的中としてる状態だけど、トリガーに。うん。で、ソメさんは現在。マイナス。マイナスなんで、3万2000円マイナスなんで。こっから、取り返す話、もうちょっとね、せっかくなんでね。はい。もうちょっとやりませんか。あら。おここにトースポさんのね、だって、あるし、まくりの染めですよ、ね。そうそうそう。ここからまくります。まくりの染めですから。じゃあ、12レースにも手出して。手出して。まくっちゃいましょうか。やっぱね、みんなメインは12レースですよ。あら。そうすね。4、3、2、1。4、3、2、1。あ、詐欺師って言われてるだけあって、ずっと外れてないみたいなシャンプーだし。そうそう、これ、自信が。これ、こっちも大丈夫。わかんないですよ。声だけ聞いてると。あ当たったのもそれ、こっちのかなみたいな。あ、それだけなんで。ここなんかなるほど。そう。投資ですね。投資、投資。ただ、今日一番負けてるのは、ね、ただ、ちょっと本人責任。新潟11も、そうですね、東京11も。型はね、チャンスはあったよ。ありましたね。やっぱ、要は、あそこね、新潟11がやっぱ全てかなと。せっかく選べたところをね、根拠ある選び方もできてたんで。これ、ボートレースで言うと、どういう負け方ですか、この負け方。これで言うと、もうちょっと次回なさそうな負け方になったみたいな、ね。見せ場、パスコ取っとると取ってないはやっぱ違うかな。なるほど。次回変えない？変えない。ただね、僕たちは買い目はやっぱより少なくと。だから、ボートレースの買い方にちょっと近いのかもしれない。だから、勝負の仕方としてはめっちゃ面白いですよね。やっぱ当たりがね、少ないんでね。こんだけ絶対当たれば、絶対にガミらない買い方。一発当たれば絶対負け返せる。いこうかな。その当たりがどこで来るか。そうですね。大事なせいかなと思います。はい。まあ、でも、エビスの指数もちょっとダービー。そうですね、ダービーはね。確かにそうですね。金曜ぐらいにはね、枠番出るんで、自動に出して。欲しいっすね。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、はい。悔しい。なかなかね、まあ、的中が2回ぐらいあったものの、うん、確かに韓国当ててはいるんで、当ててはいるんですけどね、ちょっとオッズとかを見て買わないとダメですね。あ、大丈夫ですか。あ、ちょっとね、悔しいですね。なんか喋れなくなったらなったらすごい心配になっちゃうね。悔しいところですね。じゃあ、この辺で、はい、ありがとうございます。またちょっとお願いします。お願いします。あのちゃん。